東京都立ギリケオ岡高等学校は東京都北区赤羽北三丁目に所在する都立の高等学校。新しいタイプの実験高校のうち東京都立城北高等学校跡地に開校した。チャレンジスクールとして既存の夜間定時制高校を統合集約して新設した三部生単異性高校。不登校経験者、多校中退者などを 主なターゲットとする総合学科の高校で、内申書不要、単位制による幅広い選択可能科目、カウンセリング体制の充実など、新しい試みを行っている。午前部、午後部、夜間部からなる三部定時制を採用しており、昼間部を含む定時制のため、カリキュラムの組み方で3年間で74単位、習得して卒業が可能。所属以外の部の単位も、 習得可能で、技能審査の成果や、ボランティアや高大連携授業の単位も認定される。入学試験の科目は作文と面接のみで内申書は必要ない。そのため、中学校で不登校になっていて、出席日数が皆無であったとしても出願できる。分割前期及び分割後期に分けて入学試験が行われる。学力検査は実施しないが、分割前期及び、 分割後期ともに面接、作文を実施する。また、志願申告書を提出する。旧城北高校。ありがとうございます。